ような素敵な場所で日本代表に選んでいただき本当に感謝しています。私には会いたかった人がおります。その人にはどこに行ってもどのような言葉で呼びかけても会うことはできませんでした。私が7歳の時に亡くなった父です。父は私にどんな時もエレガントで気品を忘れない女性でいるよう教えてくれました。私は今日この会場でこのステージの上で父に会うことができたと思っております。これから1年間日本代表としてさまざまな活動に精進してまいりたいと思っております。そして来年の世界大会では皆様に支えてくださった皆様に恩返しができるようにさらに一生懸命頑張ってまいりますので皆様どうぞよろしくお願いいたします。父がずっとこの大会の世界大会の司会を長らく務めていたっていうことだったので、ね、私もこのコンテストにはすごく幼い頃から思い入れがあって、父がこの仕事を行う司会をさせていただくっていうことにすごく自分の中で熱意といいますかそういうものがあったのを幼いながらにして見てきたので、やはりこの大会に私も日本代表として参加できたのは本当に大きな喜びです。何ておっしゃってると思いますか？父はよく頑張ったねって褒めてくれると思います。それで世界大会でまた会えるねってきっと言ってくれると思います。父がミスインターナショナルの世界大会で世界のミスの方々が来日した時にそのミスの方からお人形、民族の人形をもらいまして、それで私も小さい頃よく遊んだという記憶があります。父の人格そのものだと私は思っております。スピーチでもした話しさせていただいたんですが、すごく父自身も気品があってエレガントな父だったので、私もその部分を受け継ぐことができたのかなと思っております。逆に7歳の時にお父様からどんなことを、ね、教育されたのかな。そうですね、父は夕食の時もすごくマナーに厳しくてテーブルマナーを一から教えてくれたりですとか、あとは食事の席で電気ではなくこうキャンドルの食材を置いて、そういうそれも父がずっともう祖母から受け継いだもう長い家具ですので、そういうもの古いものを大事にするとかそういったことを教えてもらいました。将来の目標は？はい、将来の目標は日本代表としてこれから1年間、活動していくこと、そしてその活動を通過点に将来は女性キャスターになりたいなと思っております。偉大なお父様がファンファンというね、はい、あだ名があったんですけど、はい、なんかあだ名なんですか？私のあだ名は名前がともみというんですが、はい、とを取ってもみちゃんと友人からも先生からも呼ばれております。そうですね、舞台や映画を見ることはすごく好きなので表現する人、私も女性キャスターであったりこれから日本代表として同じ表現するっていうところではすごく憧れているんですが、今は考えておりません。お父様とてもねダンディーな素敵な方でしたけれども、ご自身の理想の男性というのはどういう方ですか？理想の男性は父ですね。やはり父のようなこう優しくて周りの人にすごく感謝を忘れない父だったので、こういう感謝の心を持っている人が男性よろしいかなと思っております。